防衛省対ドローンレーザー兵器を開発へ昨日、防衛省が小型のドローンを使用した攻撃やテロに対処するため車両に搭載するタイプのレーザー兵器を開発する方針を固めたことが明らかになりましたこちら来年度の予算の概算要求に33億円の予算が計上されており2025年頃を目標に技術を確立し 早期の実用化を目指す方針でございますが、こういったドローンは小型の航空機でございますので、既存の兵器でも対応は可能でございますけれども、コストパフォーマンスが悪いという問題がございます。また、小型のドローンは小回りが効きますので、銃弾や砲弾を当てることが命中させることが難しく、こういった レーザー兵器であれば光で敵を攻撃できますので一瞬で目標に到達し比較的簡単にドローンを迎撃できるんじゃないかと思われますこういったドローン攻撃用の兵器の開発が各国において進んでおりますので日本政府には防衛省には自衛隊にはこういった ドローンの脅威に対抗するために、対ドローンレーザー兵器の速やかな実用化を目指していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。